マンリーとラングレイ・チャールズ・マンリーは、アメリカ合衆国の技術者である。1903年に飛行できなかったサミュエル・ラングレイのエアロドローム号のエンジンの開発を行い、飛行試験のパイロットを務めて、二度ともポトマック川に突っ込んだ。ファーマン大学を卒業して、サミュエル・ラングレイの助手となった。ラングレイの航空機の実験のエンジンの開発に貢献した。 航空機用のエンジンははじめ、ニューヨークのスティーブン・バルザーと開発の契約が結ばれたが、バルザーのエンジンは十分な出力が得られず、改良中にバルザーの会社は倒産した。マンディーは、バルザーのエンジンをロータリー式から通常の星型エンジンに改造し、水冷都市52馬力の出力を得ることに成功した。 これは後に動力飛行に成功したライト兄弟のエンジンよりも強力であった。1903年の10月と12月のエアロドローム号の飛行実験ではパイロットを務め、ポトマック川に設けられた離陸台から飛行しようとしたが、離陸台からすぐに川に落下した。マンリーは無事であったが、二度目の飛行ではもう少しで飛行機に閉じ込められるところであった。 この仕事を通じて、油圧関係に設計に才能を示し40ほどの特許を取得した。第一次世界大戦中は、イギリス軍受賞のコンサルタントとして、働きその後、カーチスの会社で働いた。際に参加し、航空部品の企画の作成を行い1919 19年には、会長を務めた。没後の1929年に、スミソニアン協会から、 サミュエル・ラングレー・ゴールドメダルを受賞し、さえは、航空エンジンに関する論文を表彰する、チャールズ・エム・マンリー・メモリアルメダルを設けた。http://www.gracesguide.co.uk スラッシュチャールズ・マンリーハット http://newsdesk.c.edu スラッシュアバウトスラッシュアワーズ。 ありがとうございます。